今日も元気に KinKiKids ファンやらせていただいております。どうも皆様、キッキーでございます。つい先日ですね、ミュージカルチャーリーとチョコレート工場を観劇しに帝国劇場の方に行かせていただきました。まあ、多くの方がですね、ちょっとなかなかやっぱチケットも取れないと、嘆いていらっしゃいました。まあ、そんな中、まあ、1公演でもねちょっと行かせていただきましたので、まあ、すでに見た方とはちょっとこう感想の共有みたいなとこから、まあ、残念ながら今回は行かないという方にはですね、少しでも、素晴らしさみたいなものがね伝わってくれたらなといったことでの感想動画となっております。まずはじめにですね、まあ、私本当にそのミュージカルという部分でもクソ素人なので、まあ、クソ素人が、感想を語ります。まあ、何年も何公演も見てる方からするとですね、まあ、鼻で笑っちゃうような感想かもしれませんが、まあ、YouTube をやっている KinKiKids ファンがなんか語ってらぐらいの感じで、まあ、本当に軽い気持ちで、見ていただけたらと思います。またですね、ちょっとネタバレを多く含む、感想動画となっておりますので、まあ、これから、福岡大阪の方で観劇を楽しみたいという方はですね、一旦こちらでストップしていただけたらと思います。さあ、それでは、参ります。まあ、大きく分けて私の、感想はこんなところでございますね。まあ、もうこんなカラフルな光一くんは今まで見たことがない。そしてこのミュージカルというもう域を超えたんじゃないかというぐらい引き込まれる世界観。そしてまあ近代ミュージカルの驚きの仕掛けの連続と、こういった部分でございます。まあ情報としてすでにまあワイドショーとか雑誌とかでも一部公開されてますけども、まああの光一くんが原色派手派手の衣装に身を包みという時点でもう驚きでしたけども、まあこれより長年ショックという舞台をね、もう20年近く見ていた方にとっては、よりこの重みのある、新鮮さだったんじゃないかなと思いますね。やっぱショックというのは、なんか色で言うとね、うん、やっぱ赤とか、黒、白、まあそういったものに分類されるのかなと。なんで今回のこのカラフルというのは、まあ全くなんか真逆にあるような、そんな世界観かなと思います。さあ、そんなミュージカル、チャーリーとチョコレート工場は、1幕、2幕で、構成されるわけですが、まあ、原作はちょっとね、僕はあまり詳しくないのであれですけども、映画版の、ウィリー・ウォンカこと、光一くんはですね、まあ、このミュージカルで言うと、1幕には本来は登場しないんですけれども、まあ、この舞台版、チャーリーとチョコレート工場にはですね、もう最初のオープニングから、もう、威風堂々の登場と。で、今回、まあ、映画とは、違ってですね、まあ、2パターンのウィリー・ウォンカが存在しまして、映画の通り、工場の中に存在するウィリー・ウォンカと、あとはこう、まあ、下界というかね、街に溶け込んでいるウィリー・ウォンカというのがありまして、まあ、最初はこの、街に溶け込むウィリー・ウォンカから始まるんですけれどもね、この光一のメガネ姿ですらもう超貴重。もうね、ファンが見たくてもなかなか見れない姿ですから、まあ、でもこれでもかというぐらいね、これも拝むことができます。そして映画版ではですね、この、まあ、主人公の男の子、チャーリー・バケットはですね、幸運にも工場のね、見学チケットを手に入れるというストーリーでしたが、まあ、このミュージカル版はチャーリーが、工場にいるウィリー・ウォンカに向けて、こう、紙飛行機をね、手紙で送るといったシーンがあって、このチャーリーが投げる紙飛行機もね、どうやったかわかんないですけど、なんかワイヤーなのかな、なんかね、客席の上をふーっと飛んでいくんですね。で、この手紙を受け取った、ウィリー・ウォンカ。こと、まあ、光一くんが工場見学のチケットを、チョコレートの中にね、封入するという。なので、ミュージカル版はちょっとこう、チャーリーを工場へ誘うかのようなストーリーになっていたのかなと。で、チャーリーのね、ちょっと貧しい家にいる、まあ、お母さんこと水木有沙さんとね、あと、まあ、おじいちゃん、おばあちゃんとかもね、ここで、まあ、小坂和樹さんとか、非常にこの小坂さんがね、いい味出してましたね。うん、なんか演じる小坂井さんというのは初だったので、ね、なんかいつの間にタップダンサーになってしまったのかという。で、ここで、まあ映画版と違ったのは、まあお父さんが亡くなっているというね、設定になってまして、この近代版ミュージカルのすごいところは、ステージの前に一個薄いスクリーンがあって、そこに映像が映し出されるんで、そこがこう、ストーリーにこう、関連する、なんかこう、頭に描いたものとかが、その人の前に出てくる。前にスクリーンがあることによって、奥行きみたいなものができて、またちょっとこうね、お芝居の幅が広がっているという、噂に聞いてたんですけども、これは素晴らしかったですね。で、原作通りこの5枚のチケットを手にする子供というのが、まあ一幕では描かれるんですけれども、まあここでは光一くんは工場長ウィリー・ウォンカとしてではなく、まあチョコレート屋のオーナーという形で登場するんですけれども、まあ用意された5枚のチケットが早くしないとなくなっちゃうよっていう風にチャーリーを煽るというかね、そういった役どころの中、
まあ、次々に当選される子供がですね、こう世界こうテレビ中継みたいなで、これがですね、まあ、舞台上に実際にこうカメラを持った、まあ、おそらく役者さんだと思うんですけど、カメラを持った方が現れて、その映像があの後ろにね映し出されるという、なんかこうリアリティのある映像で、だからそこにこう映り込もうとするチャーリーと光一くんとかもいたりして、で実際に当選した子供がいるね地域にはいないですけども、ミュージカルそこに一緒にね踊って参加したりと か, だからそういった部分はこうザ・ミュージカルならではといったことで非常にね楽しめました。で一人目の当選者ね、ソーセージをぶら下げたおデブのね、子供が登場しますけれども、ここがねすごく印象的だったんですけども、ステージ上ではその森久美子さんとその、まあ、子供のねおデブの子がですねミュージカルで踊るなんですけども、両サイドにですねなんか町外れに雑多に置かれた家具とかなんかそういうのが並んでるんですよ。で世界線が違うんで、ちょっとその脇の方に光一くんとチャーリーが座ってそれを見てるみたいな。でもやっぱ前の方に座ってる方ってもうすぐ横にねそれこそ光一くんがいるんで、ミュージカルは進行してるんですけど、どうしてもやっぱ光一くんも見ちゃうなとか、なんかそういった部分もちょっと新鮮に感じる。ステージがすごく広くね使われておりました。でここもですね、まあ映画と同じようなキャラクターというか、父親に対してわがままばかり言う女の子と、チューインガムのね広く保持者、まあ、インフルエンサーみたいな役どころの女の子と、あとゲーマーで生意気な男の子と、で各々の子供たちがやっぱりキャラクターが違うんで、それに合わせた世界観のこうミュージカルの曲だったり、で何より映画よりミュージカルで分かりやすかったのが、でこの子供たちが視覚的にこう色で分かれていたという部分ですかね。ゲーマーの子は緑で、インフルエンサーのチューインガムの、ね、女の子はピンクで、わがまま言う女の子が黄色 でソーセージのおデブの子はなんかソーセージ柄みたいな服なんですけど、サスペンダーでちょっと水色の短パンみたいなのがね象徴的な、そうなんです。だから視覚的にもすぐ見て分かるように作っていったんじゃないかななんていう風に感じましたね。で最後の1枚のチケットをですね、まあ、映画ではチャーリーがたまたまこう道でね、拾ったお金で買ったら当たるという、ミュージカルではここをですね、ウィリー・ウォンカこと光一くんがチャーリーにそのお金が落ちてるところをいざなって、そのお金で最後にね、買った、しかもラスト1個みたいなね、チョコレートでチケットを手にするといったストーリーで、やっぱりこういった部分も含めると光一くんはね、チャーリーをいざなってるという。で、いよいよ当日、その工場の前にね、みんなが集まるわけですけれども、それこそさっき言った舞台を広々と、使った演出ですので、両サイドからね、当選した子供たちがこう親と一緒に現れるという、そしてついにあのねウィリー・ウォンカが、人々の前に現れるんですけれども、この時またさっきのウィリー・ウォンカと違ってですね、黒いコートを着てちょっとなんかヨボヨボのおじいさんなんじゃないかなみたいな風に思ってたところも、これがですねもう一瞬にしてあのミュージカルのポスターにもなってるド派手な衣装に変身するわけでございますね。いやこれここで来るとかね分かってたらあれなんですけども、本当一瞬過ぎてなんかあっけに取られましたね。そして一幕の最後、ウィリー・ウォンカがようこそチョコレート工場へと言ってチョコの扉がバンと閉まって2幕へという、めちゃくちゃかっこいい、もうゾクゾクっとするようなね一幕の終わり方でございました。さあ1幕だけで結構興奮して喋っちゃったところもあるんですけども、ここの2幕がですね全く違う世界観と言ってもいい工場の中のお話になるので、ウィリー・ウォンカーこと光一くんのキャラクターもここからスイッチ全開といった形で、まあ、オリジナル要素でね、ちょっとこうひねくれた意地悪な性格というのを表現するシーンというのがいくつかあるんですけども、でもウィリー・ウォンカーが言うちょっとこう意地悪な感じとかがですね、光一くん自身がたまに見せるような表情、なんかそのまま感じたので、なんかすごい違和感なくそのキャラクターを演じているなというふうに感じました。でやっぱりこうスクリーンを使った演出なので、歩いて進んでいくところもスクリーンが動くので、実際にこう人が進んでいる風にも見えるし、そして工場の中、まあ、これ映画でも最初に驚くシーンですね、扉が開いたら、こうチョコのね谷が出てくるというシーンでございますが、ここがですね本当に映画の中に飛び込んだような、まあカラフルなステージが登場してですね、本当ステージに圧巻したんですけれども、ここのシーンがですねもっとすごいことがありまして、なんとですねチョコレートのフレーバーがですね会場を包むんですね。いやこれは驚きましたね。だからよりこう世界に入れるというか、いやここは本当にちょっとねびっくりしましたね。最新映画とかね 4DX とかだったらやっぱこうね匂いとかもありますけども、まさに本当そんなような感じで、
で、皆さんがやっぱり気になってたのが、やっぱ、ウンパルンパがね、どういった表現になるのかなと思ってたと思いますが、まあ、多くの演者さんがですね、こう丸くて大きい感じにですね、身を包んで、まあ、実際こうしゃがむような形でのこのサイズ感を表現されてたんですけれども、まあこれが本当皆さん揃った動きをするんで、めちゃくちゃ可愛らしくて、ちょっと映画のウンパルンパだと若干ね不気味な感じもするんですけれども、そういったことはなくて本当にザ楽しいというのをね表現してくれる、なんかそんなウンパルンパだったんじゃないかなと思います。で、映画だとやっぱりウォンカの過去の話というか、たまにこうフラッシュバックをねするんですけれども、今回そのウォンカの過去の話というのは一切なくなっていたので、ストーリーとしてはこうスムーズに進んでいく作りにはなってましたね。で、ここからまあ子供たちが一人一人ですね、ふるいにかけられるというか、チョコの谷にね流される最初のおデブちゃんとか、いや、ここもねどう表現するのかなと思ってたんですけれども、ちゃんとこう工場内のパイプをね映像駆使してこう工場の中に吸い込まれていくみたいなものがうまく表現されておりまして、で、次の部屋に行くのにストロベリーの運河みたいなのをこう船にね乗って、まあ、ウォンカこと浩一くんが、船をねこう操舵して進んでいくんですけれども、これも非常に映像も相まって本当にね、あの船で進んでるようなものと、そしてここも驚きだったのがストロベリーの匂いがするんですよ。これ本当すごいですよね。で、そして発明部屋というところでね、例のチューイングガムで食べちゃいけないと言われているものをチューイングガムのね記録保持の子供が食べてしまって、紫色になって膨れてしまうというシーンなんですけれども、これが最初はまあ照明とかでねこう紫の感じを演じるんですけれども、これどのタイミングでそうなったのかもう気づかないぐらいだったんですけども、気づいたらもう後ろにあの真紫の膨れた女の子がねいまして、で、映画版だとお母さんがそのままね、あの、絞るという部屋に連れてくるんですけれども、これがですね、ミュージカルですと、浩一くんがね、銃か何か、ちょっとそこは曖昧なんですけども、発砲してその、膨れた女の子が破裂するという、いや、これはちょっと想像しなかったんで、びっくりしましたね。その、ボーンって破裂して、絞んでってしまうという。いや、こういったやっぱ映画と違うものがあると、ちょっとね、おおっと、思うんですけれども、結構それが続きまして、次にあの選別部屋ってところにね、行くんですけども、あのリスが、あのクルミを選別するという映画だと、そのシーンがあるんですけども、これリスどうするのかなと思ってたんですけど、まあ、リスは役者さんがこうね、ローラーの先にこうリスをつけて、まあ、あたかもね、こう動いてるかのようにやってくれるんですけれども、で、ここでね、わがままな女の子はね、リスをお金出してでも欲しいなんていうことを言うもんですから、リスにね、襲われてしまって、で、ダストボックスにね、落ちるというのは、これ映画と一緒だったんですけれども、ミュージカルでダストボックスに落ちたらですね、手足がバラバラになったものがね、ボーンって飛んでくるんですね。さっきのチューイングガムの破裂もそうですし、このダストボックスバラバラもそうですけども、なんかこっちの方が映画っぽいですよね。なんかそれをあえてミュージカルでやるっていうのが、なんかすごい新鮮でしたね。そして実験室というところでですね、まあこれは転送する、チョコをね、粒子化して転送するみたいなものの映画でもあったんですけれども、これもですね、うまくミュージカルで表現されてまして、まあ、よくディズニーとかで、あの目の前にあったものが一瞬でこうパッてなくなるっていうような技術を、ミュージカルでも取り入れていて、チョコがなくなるというのと、子供が一瞬で消えるというのがありまして、でここはとにかくその映像、モニターを使った、遊びがすごく表現されていて、まあ、最終的にはその、画面の中に入ってしまった子供をね、画面の中に手を入れて引っ張るとちっちゃいままその子供が出てきてしまうというところ。これはだから映画と違って横スクロールで遊べるんで、一瞬横にこうね連なったモニターにあの浩一くんの手がそれこそあのワンピースのルフィみたいにバババババって伸びるみたいな遊びもあったりとか、いやすごくなんか計算されたものを見せていただいて、いや、あれはなかなかね、やるの大変だったと思いますよ。さあ、ここまでで、ね、どのぐらい伝わってるのかわかりませんけれども、最後に残った、チャーリーはですね、この後、まあ、映画だとすぐに透明のエレベーターに乗って、そのままもう、ね、実家の方まで飛んでいくんですけども、ミュージカルならではのオリジナルシーンがありまして、そのまま最上階にある、まあ、光のはしごをですね、伝って、創造の部屋というところ、ごめんなさい、これニュアンス間違ってるかもしれませんけれども、まあ、最後に真っ白いね、部屋にあの招待されるんですけども、ここはチャーリーと、まあ、おじいちゃん、小堺さんとね、一緒にあの招待されるんですけれども、まあ、ここで一回ね、ちょっとその契約とかがあるからって形で、おじいちゃんだけ呼ばれて、
でチャーリーが一人部屋に残されるんですけども、何もしないでっていうふうに言われるんですけれども、チャーリーはですね、そのウィリー・ウォンカの想像のノートみたいなものを見てしまって、そこにこう自分が、空想するね、お菓子とかをこう書いていっちゃうんですけれども、そこに、まあ、コウチ君が現れて、約束守れなかったんだねっていうような、でも約束をね守らなかったことは悪いことなのと問うと、それはいいことなんだよというふうにね、コウチ君が返して、そのままそこからですね、その映画版に出てきた、ガラスのボックスみたいなのに乗って、そこもやっぱ最新技術で後ろのスクリーンに映し出されることによって本当に浮いてる風に見えるし、本当に移動してる風に見えるしというような、でそのガラスのエレベーターに乗って移動してる最中にですね、まあ、ウィリー・ウォンカ・コウイチ君がですね、まあ、君から受け取った、手紙という形で、まあ、最初の方で話したの紙飛行機、皆さん覚えてますかね、紙飛行機を、出すんですけれども、でそれを今度はコウイチ君が、客席の方にファッと投げるんですね。で一幕の件があるんで、その紙飛行機がね、やっぱりこうワイヤーとかでと思ったら、まさかまさかのお客さんの普通にところに落ちて、そのお客さんも絶対声上げるぐらいの喜びだったと思うんですけども、ミュージカル中ですからもちろんね声は出せないですし、いやそんなサービスあるんかいって、ちょっとねびっくりしましたけども、そして実家の天井ね突き破ってドーンと実家に戻ってくるというね、映画版と同じような流れになるんですけれども、ここであのおじいちゃん小坂井さんだけあの工場に置いていかれてるというのがねありましたけれども、映画版はですねウィリー・ウォンカの過去のお話がありますので、ここから家族なんて一緒には連れていけないよっていうようなお話があって、自分のね、親に会いに行くというエピソードがありますけれども、ここだから丸々なくなっていたので、家族も一緒に住んでいいよというところと、おじいちゃんである小坂井さんも再び、工場で雇われるといった、本当にハッピーエンドという言葉がぴったしな、フィナーレを迎える、ミュージカルとなっておりました。そして最後のカーテンコールで、まあ事前告知もありましたけれどもね、キャストの皆さんとお客さんと一緒にこう、ウンパダンスを踊るというのがあります。で本当に最後、幕が降りた瞬間思ったのが、ミュージカルめちゃくちゃ面白いじゃんっていう感想が本当第一に来ました。本当になんか、興奮冷めやらぬ、そんな舞台に、なっていたんじゃないかなと思います。で最後ちょっと一つねお話しさせていただきたいのが、先ほど言ったあの紙飛行機のお話覚えてます？で僕今回ですね、まあ、ありがたいことにあの非常に前の方の席で見させていただいたので、その紙飛行機受け取った方の割と近くだったんですね、だったので、まあ、せっかくなんでそのねチャーリーが、ウィリー・ウォンカに出した手紙の紙飛行機ってどういったものが書かれているのかというのを実際に見させていただきました。そしたらですね、まあ、子供の字でこうウィリー・ウォンカ様へといったものがこう広い紙飛行機になんかオレンジのインクみたいなので、まあ、お世辞にも綺麗な字とは言えないんですけども、なんかこうババババババっとねちゃんとね書かれてました。普通だったらやっぱ白紙とかだと思うんですけども、やっぱそういったお客さんのね手元に、その手紙が残るという意味では、なんか終演後もそういった世界観をね壊さずにいてくれてるというところは非常になんかこう感動しましたね。まあ、この場をお借りして、まあ、あの時ね手紙の内容をちらっとこう見させていただいた方、ありがとうございました。さあ、というわけで、かなりちょっと長くね、お話してしまいましたけれども、ストーリーはね、別にお前の口から聞きたくないよという方もいたかもしれませんけれども、でも僕なんかの感想を、所詮言ったところで、やっぱ実際にミュージカル見たら、ほんと度肝抜かれますので、まあ、これから行かれる方はですね、ぜひちょっとその辺も楽しんでいただければと思いますし、でもこの舞台、本当に素晴らしいので、なんか残すところ福岡、大阪となっておりますけれども、なんか違う形でまたね、見せていただきたいなというふうに思ってはいます。で僕もやっぱ今回追い切れなかった部分たくさんあるんで、また機会があればね、見に行かせていただきたいなと思っております。はい、といったわけでございまして、超長い動画になってしまいましたが、チャーリーとチョコレート工場の感想動画でございました。さあ、というわけで、まあ、いつもながらになりますが、ぜひ皆様、チャンネル登録高評価の方ですね、よろしくお願いいたしますね。